アースは森岡博之及び赤い高みの創作した架空文字でアーブ語の表記に用いられる。アースとはアーブ語で文字の意味。字母は森岡博之、数字は赤い高みが設計した。アースの音化はラテン文字の英 u と o に何が対応するかをめぐり、資料により混乱が見られる。また、p と eu との混乱も見られる。現代日本語入力のための環境で、 アーブ語ドキュメントをアーブ文字で電子的に作成する方法も確立されている。ナインライブスから提供されるフォントのほかトロン文字コード環境で使用するフォントがトロン文字収録センターから無償で提供されている。また、トロン仕様の市販の OS である超漢字4以降では、標準セットに含まれており、電子的に使用可能な架空文字の一つである。具体的には、 下記の方法で提供されている。また、ローマニゼーション規則に従って書くことも可能である。ただし、その場合反母音を示す、ウムラウト記号及び一部母音で用いられる、A アクセント記号を表示できる文字コードを使用することが望ましい。ありがとうございます。